滋賀医科大学附属病院の玄関ホールでひな祭りコンサートが開催され、大正ごとサークルブルームピュアによる演奏が行われました。今日はですね、滋賀医大の看護部の主催で、まあ、看護部が毎年生け花でね、ひな壇を作られてひな祭りをお祝いされるということで、まあ、それに花を添えたいということで、はい、ひととき音楽で楽しんでいただけたらと思いまして、この日は外来や入院患者の方が100名以上集まり、大正ごとの美しい音色に合わせて手拍子や体でリズムを取るなど和やかなコンサートとなりました。演奏を行ったブルームビアは大津市、草津市、守山市を中心に活動、大正ごとを楽しむを目標にメンバーが集まり、いつも笑いがあふれる仲の良いサークルです。滋賀医科大学での演奏は10年以上続く行事となり、日々の練習の成果を披露する恒例の舞台となりました。琵琶湖修行の歌の演奏では会場の皆さんと一緒に合唱し盛り上がりました。では本日は素晴らしいご演奏ありがとうございました。今日はね、まあ、でもたくさんの方が集まってくださったので、とても楽しく演奏できました。本当にね、私たちももう帰って元気をもらうような楽しい演奏させてもらっています。皆さんにやっぱりいい音楽、癒しの音楽となるように届けたいと思って頑張っています。